は今宇宙のサッカー大会グランドセレスタギャラクシーに参加している。宇宙一を目指している俺たちは次に戦う星へと向かっているんだ。まもなく惑星ガードンに到着します。なんだよこの暑さはよ。ダメ、熱い空気が来るだけ。どっから持ってきたんだよそのうちは。真鍋くん、メガネ面白い感じになってんぞお前。いかに気温が高いかの証拠です。この星の太陽だけでなくマグマや地熱も影響しているのでしょう。星全体が熱いのか。そう、この星が火の惑星と呼ばれるゆえんがそこにあります。ようこそ惑星ガードン。地球を回せ、明日に向かって全力で100万プラスアルファの馬力でスピード上げろ。宇宙で一番の僕らの船だ。今日も何億もの魂を乗せてる。地球だって海に飛び込みたくなる熱さ。この星は命を未来へと運ぶ。耐えることなく繰り返す愛のループ。笑顔と絆で満たされてゆく。面かじいっぱい宇宙船地球号。誰もが仲間で誰もが自由なんだ。地球を回せ、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。灼熱の惑星ガードン。慣れないうちはこまめに水分補給をしてください。ほんと何なんだよこの暑さ、汗が止まんねえ。まるでサウナだね。あ、見てよあれ、鳥人間。すごい。この惑星の住人です。ってことは空飛んでサッカーすんのか。そんなのありかよ。いえ、相手は彼らではありません。え、顔だけ鳥。彼らもまたガードン人。あの翼のない者たちのチームが今回の対戦相手となります。翼のない。ああ、隠れちゃった。警戒しているのでしょう。この星には空を飛べる人と飛べない人がいるの。そうです。かつてガードン人は皆大空を飛べる翼を持っていました。ですが近年その翼を機械の腕にする動きが発生したのです。手という新たな力を得たガードン人は様々な機械を作り出し地上での生活に適応していきました。せっかく空を飛べたのに。その一方、翼を持つことに誇りを持ち機械化を拒んでいるガードン人もいます。それがあの、彼らは東の種族、機械否定派。そして機械化したガードン人たちは西の種族、機械推進派。現在どちらが惑星ガードンの主導権を握るか構想を繰り広げているところなのです。同じ星の仲間なのに。そんな大変な時に星の運命をかけて戦うのか。喧嘩して勝手に自滅してくれたら言うことなしだけどな。はっきり言うね。だがパタタギの言うことも一理ある。俺たちだって勝ち進まなければならないんだ。私についてきてください。あなたにその力を与えます。みんなを救う力。そうだ、優勝してカトラに会わなきゃ。この宇宙を救うために。よし、早速練習だ。みんな行くぞ。ああ、アースイレブン、青き星の民か。ふん、相手に不足はない。アルベガ様、各選手のデータを表示します。筋力、持久力、瞬発力もまあまあってとこだな。そして
ソウルを発動できるものがこちらです。あんな全時代的な力で何ができる。気にすることはねえよ。我々は翼を捨てた。ソウルも無用だ。なぜなら我々にはこの腕がある。この度の戦いは惑星ガードンの命運がかかっているだけではない、我々の正しさを示す戦いでもあるのだ。それを忘れるな。アースイレブン、我らにもたらすのは救いか災いか。剣戻ってきたか。言ったはずだ、約束は守ると。で、どうじゃ、王になる決心はついたか。その前にナラヤの考えを聞きたい。なんじゃ。女王としてやるべきこととは何だ。それは決まっておる。この星の幸せを守ることじゃ。ナラヤ、この星は決して幸せなんかじゃない。この星は苦しんでいるんだ。何を申すか。ナラヤをここに閉じ込めて、自分たちに都合よくこの星を操っている者たちがいる。わらわの代わりにこの星を任されている者たちは、亡き父親に選ばれた優れた者たち。操るなどありえぬ。それはどうかな。お前が女王だというなら真実を見るんだ。この星で何が起こっているのかを。もう大変。簡単にはこの暑さにはなれないか。ここが踏ん張りってこと。もっともっと強くなってみせる。これは負けていられないですね。俺だってその息のみんな。あの腕、機械推進派のガードン人だね。我が名はアルベガ・ゴードン。ガードンの代表として挨拶に参った次第。これがガードン流の挨拶なのか。喧嘩売ってんのか。ウサガ、挑発に乗っちゃダメだ。しかし本当に機械化された腕なのですね。単に翼を捨てた鳥人間じゃないか。翼など必要ない。我々は究極の進化のために翼を捨てたのだ。そして代わりにあらゆるものを作り出す力を手に入れた。この腕によって生み出される創造の力だ。覚悟しておけ。お前たちはここで負ける運命にある。究極の進化を遂げた我々の力を思い知るがいい。宣戦布告というところか。誰もわらわとは気づいておらぬようじゃな。いつもと変わらぬ様子ではないか。よく見ろ、人々の顔を。誰も笑っておらぬ。見せたいものはまだある。これは。彼らは財産を奪われ家を失った人たちだ。奪われた。誰がそのようなことを。上級貴族たちだ。なんじゃと。全ては上級貴族が贅沢な暮らしを保つため、彼らから何もかも奪い取ったんだ。そんなことあるはずが。お前の父、国王ワクロースが本当に作りたかった国はこんな国なのか。ロダン・ガスグス、またお前か。言ったはずだぜ、俺たちに助太刀はいらねえってな。僕にはわかるんだよね、今のチームじゃ君たちは勝てないって。パラモービアス四天王の僕が言うんだよ。我々の勝利は我々だけの手で掴む。そう、この腕でな。何度も同じことを言わせるな。何がおかしい。究極の進化だっけ。本気で勝てると思ってるんだね、そんなくだらないもので。何、1対3の勝負を望むとは大した自信ですね。ボールを奪われた時点で終了だ。その場合二度と我々の前に姿を現さないことを誓え。約束するよ。ただ君たちの願い通りにはならないと思うけどね。舐めやがって。さあ来い。
させるか。なんだ今のは。これがソウルの力。ああいうのなんていうの、リュゲル兄。当然の結果というんだ。悪いようにはしないよ、君たちを勝たせてあげるからさ。行くぜ。抜かせねえ。みんな集中集中。ナイスカット。俺取ってきます。テンマ、カトラ、また会えたね。テンマ、よく聞いてください。この星には三つ目の希望のかけら、赤い石が存在します。赤い石ですが、すでにその石はこの星の者たちの手に渡っています。じゃあどうすれば。東の山に住む者たちはかつてこの星を治めていた者たち。彼らなら赤い石のことを知っているかもしれません。どうしたテンマ。シンドさん、カトラがそこに。カトラ、いい加減にして。カトラ姫はお亡くなりになったと言ったはずよ。でもこの目ではっきりと。やっぱりカトラはいるよ。カトラが言ったんだ、東の山へ行って赤い石を見つけろって。東は確か機械否定派、翼を持つガードン人だね。うん。ちょっと待てよ、今は試合前だ、練習する方が大切だろう。賛成です。この環境に対するみんなの適応度がまだ万全と言えません。この戦いは勝利するだけじゃダメなんだ。カトラが導いてくれる宇宙を救う方法にたどり着かないと。キャプテンはいるかどうかもわからない人の言葉を信じて行動するというのですか。うん、俺はカトラを信じる。いや、信じる信じないの問題ではなくてですね。ああ、確かにそういう問題ではないな。そんな。だが試してみる価値はあるだろう。それが宇宙を救う唯一の可能性ならばな。神道さん、ありがとうございます。これから東の山を探索しよう。みんなで探せばすぐに見。やっぱり今は試合前の調整に集中すべきなんじゃ。みんな。だったら俺と天馬だけで行く。みんなは練習を続けてくれ。いや、俺も行くぜ。息吹、面白そうだしな。僕も行くよ。翼を持ったガードン人に会えるまたとないチャンスだからね。私もお供しましょう。石を探す方がこの環境に慣れる近道かもしれません。確かにそれは一理ありますね。もう分かったわよ。しゃあねえな、行くか。ありがとうみんな。よし、3班に分けよう。その方が効率もいいはずだ。じゃあグーチョキパーで決めよう。せーの、グーチョキパー。お、マジで俺つえ。勝ち負けは関係ないだろ、クサカ。あ、そうっすね。もう一度、せーの、グーチョキパー。これで決まりだな。みんなあまり無茶しないでね。危険だと思ったらすぐ引き返してくるのよ。へえ、三つに分かれたんだ。ロダンガスグスよ。ドノルゼンさん、なんかよ。分かっておるのだろうな。この星で何としてでも青き星の者たちを潰すのだ。大丈夫大丈夫、今さチャンス到来って感じなんだよね。遅いぞ。そんなに急ぐと体力を早く消耗してしまいますよ。言ったろ、とっとと石を見つけて俺は練習に戻りたいんだ。そういえば熱心に練習されていましたね。俺だって早く出したいんだよ、ソウルの力をな。お前そんなこと考えてたのか。悪いか。別に。俺さ、今サッカーが面白くてたまらないんだ。もっと強くなりたいって本気でな。だからソウルを。それにテスさんとも約束してるしな、サッカーで宇宙チャンプになってみせるって。その心意気、あいや、お見事。強い意志が壁を打ち破る力を得る。私はそう思っています。ソウルを出せる日は近いかもしれませんね。本当か。おっしゃー、いつでも来やがれソウル。鉄角。あれ、この岩どうした。さっきも見たような気がして。ま、同じような光景がずっと続いていますからね。
念のために目印をつけておきましょう。君たちの技術を使わせてもらうよ。何をするつもりだ。罠だよ罠。岩を動かしてあいつらを迷わせるんだ。この灼熱地獄で体力は奪われるばかり。試合前に潰してみせるよ。ああもうなんでこんなに暑いの。ほんと暑くてたまんない。そう暑いやつ言われると余計暑くなるだろう。他のことを考えればいいんじゃない。他のこと。アイス、エアコン、冷たいジュース。なんか虚しくなってきた。じゃあさ、しりとりでもしようよ。しりとりね。ちょっと暑さを忘れられるかもな。しりとり、前の人の言った言葉の最後の文字から始まる言葉を次の人が続ける言葉遊びか。最初は剣ね。なぜ俺から。早く早く。誰も知らぬ。何それ。誰も知らぬ銀河の辺境にある惑星だ。どうした。ちょっと何、まさか受け狙いで言ってる。そうなの。剣ってそういうこと言うんだな、意外だ。もう真面目にやるわよ。じゃあ私からしりとり。リンゴ。ゴリラ。そういう言葉でいいのか。だがこれ以上続けるのは得策ではないな。剣ラだよ。ライオン。それってこれでいい。これはなかなかきついね。大丈夫か。ありがとう。またこの岩かよ。やはり迷ってしまったようですね。そんな。順調に罠にかかってるね。姑息な手段を。勝たせてあげるって言ったよね。それとも僕に反抗する気。勝手にしろ。大丈夫ですよ。太陽の角度と歩数を計算すれば少なくともこれ以上迷うことはありません。さすが真鍋。よかった。目標変更だ。そうか、そうだ、おでんの大根。ああダメだ。一騎打ちね。望むところだ。オムライス。スイカ。カラス。巣で攻めてくるか。だったらスイスだ。どうよ、巣返し。甘い。スライス。ステンレス。すりガラス。スパイス。スクールバス。ストレス。ステータス。二人ともすごい。何が楽しみだ。今だ。セロ。な、何何。危ないところだった。ありがとう剣。これ以上進むのは危険だ。一旦引き返すぞ。ち、こうなったら。な、何。機械の鳥。来るぞ。こっちへ。シェイト、俺がこいつを引きつける。その間にコノハを連れて逃げろ。イブキ、早く。わかった。まあいいや、キーパーもこいつだけでね。ここまで来ればもう大丈夫だ。ミナホ、コノハを連れてみんなのところへ戻ってよ。なあシンド君。今だ、走る。逃がさないよ二人ともね。私と
メリーゴーランド発売中。サッカー地球代表が宇宙に挑む。宇宙人と戦って銀河一を目指せ。稲妻イレブン GO ギャラクシービッグボンスーパーノバ、これもゲットだ。神道さんと息吹に襲いかかる試練、古いものと新しいものがぶつかる惑星ガード。次回、翼を捨てた戦士たち、これが超次元サッカーだ。稲妻イレブン GO はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。稲妻イレブン GO ギャラクシー、今日の格言。ここが踏ん張りどころ。